ははいそれではですね今回の動画ではエクセルで再計算がされない時の対処方法というのを、ね、やってみたいというふうに思います。でまあ、どういったことかというとですねじゃちょっと画面を大きくしてちょっとね動画の方でも見やすく説明させていただきますと、まあ、例えばですけども今ここに10と。 で10と入れてでこの下のところに、まあ、B の4のところにこの上の2つの合計を出したいといったときにはこのオートサムのところでね合計を出して20というふうになるんですけども、まあ、通常エクセルの場合ですねじゃこの上のところをじゃ15に変えましたと。 言った時にこの下の20のところが再計算されて25になるはずなんですけども今ちょっとこちらのエクセルではその再計算がされない形にねわざとこちらの方にしてあるんですけどもまあこういったことがですね起こるときがあるとでまあ原因としてはですねいくつか考えられるんですけどもまあ一番あるパターンとしてはすごくねこの複雑な計算式を入れたときに自動的に再計算がされなくなったりだとかあとはもう一つあるのは複数のシートがあってでそのシートを作業グルに クループの状態で保存をすると再計算がされなくなるという現象がね起こるようなのでじゃあこういった時にどういうふうに対処するのかというのをねこの後やってみたいというふうに思いますじゃあ今こちらですねまあ、再計算がされない状態になってますんでじゃあこういった時はですねこのうちの左側のこのファイルというところをクリックをしてもらってでこのオプションですねここをクリックします はいでまあ、この Excel のオプションというこの画面が開きますのでこ,この左側のところに上から2番目ですかね数式というのがありますのでこちらをクリックします。はい、で、この一番上のです、ね、計算方法の設定というところを、ね、見ていただきたいんですけれどもここで再計算されない場合はこの手動というところにチェックが入っちゃっていると思います。なのでででこここを自動の方に、ね、切り替えます、はいこれで OK、ですれね はい、そうすると先ほどのところの15に変換したところが25に再計算されましたということですね。はいまあ、こういった形で Excel を使っててこの数式が再計算されなくなってしまったといった場合は、まあ、もう一度やりますとこのファイルのところのオプション。 はい、でこの数式をクリックしてこの計算方法の設定というところを「自動」というところをチェックを入れて、まあ、元に戻してもらえると再検算されると思いますんでね是非、まあ、ねこの動画を見ていただいて、まあ、こういったトラブルに合っている場合はこちらで修正をしてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。それではは、ね、今回の動画は以上になりりまますありがとうございました